暴動のグーファイター。アップデで追加された新キャラ、残り3体も使っていきましょう。アマゾンは槍使いだぜ。敵に近づくと、弾丸のように槍を投げまくる。気軽に投げすぎだろ。どんな腕力してんだよ。一番近い敵から順に投げていくので、このキャラも扱いやすいですね。レベル上がるたびに、ひたすら槍を強化していけば強くなれるぜ。一気に終盤までカット。槍は変なことしないので、本数を増やしてスピードとパワーを上げるだけで、簡単にゲームを攻略できますね。下に竜王冠かぶってる黄色い敵がボスだぜ。このボスは小さいので、すぐ倒しちゃいますよ。周辺の雑魚をあらかた片付けて。いやー。続いてアンロックする新キャラは、忍者、手裏剣使い。この忍者も敵に近づくと、まっすぐ手裏剣を投げてくれるぜ。アマゾンの槍が手裏剣になったバージョンですね。それなら操作しやすいので。忍者も簡単にゲームがクリアできるキャラでした。最後の新キャラ、こいつだけやたら召喚コストの高い。ダンディ、武器はハット。最後ののに武器が弱そうだな。ダンディはハットを投げて戦います。攻撃範囲が広くていいな。確かに、攻撃の範囲は広いですが、攻撃スパンが遅い。そして必ずしも敵をめがけて攻撃するわけではない。なのでものすごく使いにくいです。なんで最後の新キャラが一番弱いんだよ。ダンディは適当にハットを投げているので、一番近くにいる敵がどんどん近づいてきます。一番近くにいる敵が一番攻撃しないといけない敵だろ。そう、ゲームにおいて一番重要な能力がこのダンディにはショット搭載されていません。レベルアップスキルでハットを追加すれば、ハットを投げる速度が上がるぜ。もしかして距離も伸びてますかね。それはわからないな。ダンディは止まってるとどんどん敵を近づけてしまうので、動き回りながらいいスキルを重ねるのを待っています。弾丸飛ばすキャラより時間かかるぜ。ダンディを使うことによって他のキャラが強いことを実感できます。ちなみにここは、ダメージアップ。後半になるにつれてダメージ上げとかないと、ハット一撃で倒せない敵が増えてくるからな。ただでさえ狙ったとこに攻撃しないので、ハットの威力が低いダンディほど使えないキャラもありませんよ。ダンディはスキル選びで強さものすごく変わるキャラだぜ。ここのレベルアップは、やっと来ました、神聖。これは一定時間ごとに、周囲の敵を殲滅してくれる強力なスキルだぜ。ボスが出現するまで、残り10レベル、半分までやってきました。黄色い突進してくる敵が出現したぜ。この敵はハットと相性がとっても悪いですが、近づいてくるので、神聖で消し去ります。スキル重ねるにつれて分かってくるが、ハットがそんなに強くないから、他のスキルでなんとか生き延びてるだけだろ。いやいや、そんなことないですよ。ハットは狙った敵を攻撃しないから弱い。そう思っていましたが、ハットのいいところは、投げたら戻ってくる。これにより、ものすごく近い敵にはちゃんと攻撃が強い威力で当たりまくります。なので、紫のゾーンスキルや黄色い神聖スキルと組み合わせる。やられそうで、全くやられない。ハット多すぎだろ。ハット最初弱かったのに、こんだけ増やすと敵を寄せ付けなくなります。でも最強の敵、ピンクはスピードも体力もあるから接近してくるぜ。かなりいい感じにスキルを組み合わせても、ピンクだけは油断できませんね。ボスは左下に出現したぜ。倒しに行きましょう。と言っても、進行方向に攻撃できないので、周囲を蹴散らしながらボスに向かっていきます。ここも神聖、ボスと対面したぜ。なんとなく半周回り込んで、近くに止まって倒れるの待ち、ハットが少しずつボスを削ってくれてるぜ。さあ、そろそろです。そろそろ、勝ったぞー。相手の爽快感なさすぎんだろ。